水面での月の反射。偶話では、これを丸い白いチーズと間違えた単純な話である。月は、緑のチーズでできているは、欧米のことわざである。この、緑は緑色を指しているのではなく、新鮮で新しい、若い熟成前のチーズを指しているとされる。つまり、このことわざは、月は、新しいチーズでできているという意味である。様々な国の比較神話学には、 月の反射を見て丸いチーズと間違える人に関する一連の物語がある。狐が狼に水の中の月の反射がチーズであると信じさせ、狼が水を飲み干してチーズを手に入れようとして破裂するというスラブシンは、水中での月の反射を追いかけるために骨を落とすハイエナのズールー族の物語。月明かりの夜に農民がロガに水をやるというオック語文学の物語。 雲が月を追い隠し、農民は、ロバが月を飲んだと思って、獣を殺して月を取り戻す。ナスレッティン・ホジャが月が井戸に落ちたと思って、それを引き出すためのロープとチェーンを手に入れた。彼が努力する中で、ロープが切れ、彼は後退したが、空に月が見えるのを見て、月が安全であるとアッラーを賛美するトルコ民は、反射が釣るのの目に尻尾を使って釣りをしする。 お神のスコットランドの物語。G.H. マックナイトこの民族モチーフの最古の記録は中世世紀のフランスの文献である。キツネはかつて狼に暗息日の準備のためにユダヤ人に紛れ、彼らの祝祭を分かち合うように巧妙に誘導した。彼が彼らの真っただ中に現れた時、ユダヤ人は棒で彼に襲いかかり、彼を殴った。 したがって、彼は狐を殺そうと決心して戻ってきた。しかし、後者は訴えた。あなたが殴打されたのは、私のせいではないが、彼らは、かつて彼らの宴会の準備を手伝い、そしてすべての選択のビットを消費したあなたの父に、恨みを持っている。そして、私は父によってなされた間違いで殴られたのか。憤慨した狼は叫んだ。はい、狐は答えた。 父親は、酸っぱいドウを食べた。そして、子供たちの葉は緑に置かれている。しかし、彼は続けた。私と一緒に来てください。そして私はあなたに、豊富な食物を供給します。彼は彼を井戸に導き、その両端に、バケツが取り付けられたロープを吊るした量があった。狐は、上のバケツに入り、下のバケツが引き上げられている間に井戸に降りました。どこに行くの 狼は尋ねた。チーズのような月の反射を指して、狐は答えた。ここに、たくさんの肉と、チーズがある。もう一方のバケツに入って、すぐに降りてください。狼はそうしました。そして、彼が降りると、狐は引き上げられた。そして、どうやって、抜け出すの狼は尋ねた。ああと、狐は言った。愚かな者が代わりにやってきたとき、義人は、 問題から解放される。それは書かれていない。ただバランス、重みラシ最初の文学的な参照としてのラシは、フランスの民間伝承の有名な獣の具話の伝統、またはユダヤ人の民間伝承のより曖昧なそのような伝統を反映している可能性がある。この形態の側面の一つは、月の反射がチーズと間違えられる。アールネ・トンプソンのタイプインデックスの 反射チーズのために水に飛び込む狼としてグループ化されている。1546年にジョン・ヘイ・ウッドが表した理言集の中にある月はグリーンチーズでできているという一説が文献的に最古のものであるとされている。ただし当時の人々は実際に月がチーズだと信じていなかったとされる。このことわざは16世紀と17世紀の英文学で、 最も人気のあることわざの一つであり、その後も使用された。初期の頃は冗談を表すために使われていたが、過去数世紀には多くの人が実際にこのことを信じて考えた。もしも月がチーズだったならばという惑星物理学、食品科学的な試算をした人もいる。米国の心理学者、スタンレイ・ホールによる1902年の子供の伝承の調査では、 ほとんどの幼児は月の蘇生に確信が持てなかったが、月がチーズでできていることが最も一般的な説明であることが分かった。月の蘇生に関する調査では、平均5歳の18人の子供がそれがチーズでできていると思ったことを示している。それ以前、そしてそれ以来、月が実際にチーズでできているという考えは、天文学をテーマにした子供たちの大衆文化の多く、及び、 それへの大人の言及において、ユーモラスなうぬぼれとして現れた。科学ジャーナリズムで、理論物理学者のショーン・ウェム・キャロルはする必要がなかった、理由を、ガツオサンプルはチーズで作られていないことを知っている。と説明した。彼は、月は、緑のチーズでできているという仮説は不条理と述べ、宇宙に関する、私たちの知識に反しており、これは証明ではなく、月が、 緑のチーズでできていないという論理や数学のステートメントを証明できるような刑事上学的な証拠はない。しかし、それにもかかわらず、科学は主張が私たちの理論的理解の残りの部分にどれだけうまく適合しているかに基づいて主張に関する判断を下す。と述べた。この議論の余地のない議論にもかかわらず、月の石の調和的な特徴、つまり衝撃波、 地震波が伝わる速度は地球上のどの岩よりも地図に近いと言われている。デニス・リンドレーはベーズ確率におけるクロムウェルの法則の必要性を説明するために神話を使用した。言い換えれば意思決定者が何かが真実ではないと考え、これを確率がゼロであると解釈した場合、彼はデータの影響を受けることはない。それは確かに馬鹿げている。したがって、 月が緑色のチーズでできている可能性は少し残してください。100万分の1程度の小さな確率だが、そうしないと前述のチーズのサンプルを持って戻ってくる宇宙飛行士の軍隊が去ってしまうため、そこに置いてください。あなたは動かなかった。NASA は2006年4月1日のエープリルフールにこのことわざをパロディした声明を発表した。ABCDE 学校舎アーカイブ。www.rakkoush.co.jp a, a j. Co. J。2021年3月1日閲覧。abc なぜ人々は月がチーズから作られたと思ったのですかインターレストリップ。2021年3月1日閲覧。アダムズセシルハウディドザムーンイコールグリーンチーズミススタート。ザ ストレートトープ、2021年3月1日、閲覧。マックナイト、GH、ザミドルイングリッシュボックスウルフ。プムラ23、497509、ドイ、10.2307、456,797、一瞬0030から8,129、https、www、ケンブリッジ、org、コア、ジャーナルズ、 プムラ、アーティクル、アブス、ミドルイングリッシュボックスウルフ、943で6百8万8 2 4 7 a e 2 2 e 4 a f a 6 d c 0 e b q f b 二2 4 h e b r e w b o k org、h e b r e、w b o k s o r g h e b r e w b o o k s o r g 2 0 2 1年3月1日閲覧アルホンシー、ペトルス d z p r i m a c l e r a c a r i s h t t p s e n w i k i s o u r c e o r g w i k i d i s c i p l i n a c l e r a c a r i s ザプラ v マンウ the plowman with his oxen and the l f and the fox-hat, センチーのトランスレーションオブサンヘドリン。2021年3月1日閲覧。アルホンシー。 ペトルスディゼプリナクレラカリス h t t p s ススララッッシシュュ e n w i k i s o u r c e dot, o r g slash, week, slash,、I、s、c I b、l、I n、a s h w i k i s l a d i s c i b l i n a クレラカリススパイブザ・プラウマンウィッツキズ・オクセンアンドザ・ウルフアンドザ・フォックス・ハット・アパー・スンジエル・ザ・ワーズ・ワース・ディクショナリー・オブ・プロベルブス・ウェア・ハーツ ワーズワースレファレンス。isbn 九百七十八から一から八四ゼロ二二三一一八。おくるく四億六千九百七十三万六千六百九。https コロンスラッシュスラッシュ wwwwwrldcat.org。スラッシュを、clc スラッシュ四六九七三六六零九 ab スローダ。 JW ザ・ムーン・チャイルド・フット・アンド・フォー・クロアザ・アメリカン・ジャーナル・オブ・サイコロ G－ 十三二百九十四三百十八ドイ十点二三零七百四十一万二千七百四十一一瞬零零二から九千五百五十六 https コロンスラッシュスラッシュ www jstor.org スラッシュステーブルスラッシュ一四一二七四。 A.B. アメリカン、サイエンティフィック、ムーン・ノット・メード・オブ・チーズ、フィジシスト・エクスプレインズ。サイエンティフィック・アメリカン、2021年3月1日、閲覧。Is the moon made of green cheese?www.ianslunarpages.org.2021 年3月1日、閲覧。リンドレイ、DV、メイキング・ディシジョンズ、ロンドン。 ワイリー、ISBN0 から471908037、るく1210万7808、https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ12107808、アポット、2006エープリル1、ハップルリザルブスエクスパレーション、デートフォーグリーンチーズムーン、 apod.nasha.gov 2021年3月1日閲覧ありがとうございます。